セルギウス一世は第84代ローマ教皇。家系はアナトリア南部アンティオキアのシリア人でシリアの出身、パレルモで育った。先代のコノンの死後、教皇庁ではテオドルスとパスカリスという二人の対立教皇が構造して混乱した。アデオダトゥス二世からコノンまで歴代教皇に仕えて影響力のあったセルギウス一世は対立教皇を嫌った。 ローマの市民より新たに教皇として要されて対立教皇を廃した。ラベンナ総督は最初は承認を渋ったが、セルギウスは対立教皇のパスカリスが約束した賄賂を支払うことで承認を得た。しかし東ローマ皇帝であるユスティニアノス2世は全教会の支配を企み、692年にコンスタンティノープル総主教の主導で行われたトゥルロの 公会議で決定された条項に署名する、要命令する。これは、聖職者の結婚を不許可とし、キリスト教会は東を主とするものであった。しかし、セルギウス一世はこれを拒絶し、聖職者の結婚を認めるという報復に出た。起こった皇帝は、ザカリアスに軍隊を送って、圧力をかけるが、ラベンナ総督の裏切りで失敗した。しかも九十五年には、 レオンティオスのクーデターで、ユスティニアのスニセが敗されたため、対立は解消された。以後は、霊天の改革、サンピエトロ大聖堂の修復に努めた。701年9月8日に死去。ありがとうございます。